じゃあ続いて2人目の方に行ってみましょう。ではもしもーし、クソノキと申します。はい、もしもし。あ、もしもし、食い組み来た。こんばんは。すいません、はい、こんばんは。マリモさんで会ってますか？はい、大丈夫です。こんにちは。こんにちは。じゃあ今日話したいこと聞いてもいいですか？はい、あの先日久しぶりに友達と遊んだんですけど、うん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 、でその時に久しぶりに記念写真撮ったら、うんうん、写真写りの自分の顔がまあ非常にひどくてですね。それで、なんで困ったんだって思って。あ、なるほどね。やっぱり自撮りがおうまい、ともりさんのコツを聞きたいなと。私、女性さんの中では下手な部類だと思うんだけど。てか、しないから。でも、いや、みんなも気づいてると思うし、はい、マリモさんも気づいてる気がするんですけど、私って写真ごとに顔違くない？はい、まあ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 、ほらほらほら、いやでも全部素敵なお写真なんで、あら優しい、言えばお元気ももらえますし、優しい、いいよそれ、みんなに言ってるんだろう。さっきのはみ出し物のお写真も素敵でしたし、ありがとう、見てくださったんです、おめでとうございます、ありがとうございます。いえいえ、そうね、なんか私もね、自撮りがすごい苦手だし、たどりも、本当に苦手なんですけど、私が、うん、うじゃないよ。私が、デビュー当時とかにやってたのは、はいはい、まあ、とにかく、人の自撮りを見る。なるほど。で、角度をちょっと研究したりとか、あとなんか自分のやっぱさ、はい、漏れる角度って、絶対どっかしらには、あると思うんですよね、はい、きっと。個人的には右斜め上かと思ってるんですけど、友達にハッピーやるんですよね。で、この間、そのお友達と撮った時はどういう角度で撮ったんですか？なんか上から普通にみんなで集まってイエーイってやったら、顔が。顔が、ふにょんって。それもしかしたらあれかもしれないよ。携帯のアプリの、なんか加工モードとか入っちゃってて歪んだのかもよ。ああ。そう、加工アプリ使うとなんか顔変なのになっちゃうんですよね。ね、ぐにゃってなっちゃうことあるよね。あります。なんか顎が削れてたり。そうか。顎が削れてたり。そうだ、私のおすすめは、普通のカメラで撮った後に加工するのがいいと思うよ。はい、加工っていうか、なんかフィルターをかけるというか。プロですね、確かに。アプリは何を使ったんですか、その時は。ソーダかな。そうです。そうだ、今流行りのやつ。今流行りの今流行りのやつですね。そうですね。まあでも写真はね、日々研究らしいですよ、やっぱり。照明とか。自然光とか角度とかは、そうだから、もう頑張れとしか言えんわ。ですね。なかなか笑顔も作れないので。あ、昔から笑顔も苦手なんだ。はい。笑顔はね、もうくしゃってなってんのがやっぱ一番いいよ。そう。自然な顔は笑ってるんですけど、いざ撮るってなるとなんか、笑ってないですよね、自分。口角が上がらない的なね。難しいですよね。じゃあもう、あれじゃない、もう、くしゃってしちゃえばいいんじゃない、もう、意図的にも目とかもちょっとつぶっちゃうような、くしゃっとした笑顔をすれば、やっぱ男性的にも眩しい笑顔魅力だと思うんですけど、どうですか？じゃあ、試してみます。ぜひぜひ。待って、今日のラジオの写真を自撮りにしましょう。それを参考にしてもらおう。ちょっと待って待って。ダメダメ。なし、なしでーす。なし、もう生放送消えないんだ。やだ、楽しみにしないで、マリモさん。待って待って。いや、みんな待ってるんで、やっぱり。みんな待ってないって。ねえ、待ってよ。自撮りに1時間ぐらいかけるからね、じゃあもう。いや、ちゃんと起きてるんで、友情まで起きてるんで、大丈夫です。偉い。体調を崩さないように気をつけてくださいね。はい。ありがとう。じゃあ、はい、研究してみてください。はい、楽しみにしてます。はい。はい、ということで、ちょっとちゃんこさん、自撮りすることになっちゃったじゃないですか。びっくりですよ。自撮りするんですか？まあ、じゃあ、後ほど、ゆっくりね、ゆっくりやりましょうか。はい、ということでですね、こんな感じで私とお話ししたいよって方はぜひ相談だったり報告事をメールに書いて送ってみてください。以上、ともりコールでした。